明日の京子さんは岩崎まっさかずによる日本の漫画。本作は千葉県柏市を舞台に女子高生勇者一行と魔王一味のまともに戦わない日常を描いた地元色あふれるコメディ漫画である。特に柏駅周辺が描かれることが多く背景は現地の街並みを忠実に再現している。また千葉県や柏市のローカルな話題が随所に見られる。 電撃大王ジェネシスにて2010ウィンターより連載されていたが同志は2012ボリューム6をもって休館となった。その後2013年4月26日より月刊コミック電撃大王の公式サイト内のウェブコミックとして毎月10日更新で連載が再開され2018年2月10日に完結した。また、 月刊コミック電撃大王2012年7月号から10月号及び2013年3月号に特別編が掲載されている。コミック電撃大王子においても2013年9月発売の創刊号から2018年3月号まで連載。太古の昔より千年に一度魔界より魔王が降臨するとき勇者もまた立ち上がる。 現代日本の柏駅前に突き刺さっていた聖剣、エクスカリバーを引き抜いて三代目勇者になったのは、一階の女子高生、京子だった。対する人間改正服を企む三代目魔王は、全く威厳のない存在だった。ありがとうございます。